はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回プレイしていくのはですね、信長の野望創造のパワーアップキット版ですね。続きをプレイしていきたいと思います。プレイしているシナリオは、信玄の上洛というシナリオですね。仮想シナリオになっていて、信玄が正常作戦で死なずに勢力をそのまま伸ばして、信長と拮抗するような勢力になっているという条件でシナリオがスタートするというのを、プレイしています。すでに1回目2回目を経て、宿敵信長を打ち滅ぼしています。現在信玄は日本で一番勢力の大きい大名になっているんですが、その分敵も多くてですね、今回は、上杉はじめ、信玄の敵となっている大名を過去に撃破していくというところをですね、プレイしていきたいと思います。早速始めていきましょう。現在ですね、我に打てぬ敵なし、敵将捕らえたり方面で上杉謙信とバトル中ですね。でこれからですね、さらに上杉領を進行していきたいと思います。すでに兵力をですね、集結させていますので、こっから部隊を派遣していきましょう。まずは春日山城ですね。かしこまりました。これ信玄の居城になってるんじゃないかな、きっと。ということで、おそらく信玄も出撃していたはず。かしこまりました。ですね、出撃しているので、まさに信玄と謙信がぶつかり合うと、そういう戦いになりそうですね。承知いたしました。春日山城かなり堅牢な城になっているようなので、2正面から攻めていきたいと思います。行くぞ、我に従え。出るぞ、必ずや勝つ。付け立ちいたす。行きます。待機せよ。なさねばならぬ。お任せください。ちょっと表情に参加して攻略目標とかを一旦整理しておきましょう。あとそろそろお金もダボついてきてるので、お命令くだされ。報告いたします。家宝なんかもね、そろそろ買い始めておきたいと思いますが、今回家宝ないか。であれば、あとは軍団の攻略目標ですね。明智軍団が上杉、勝頼軍団が佐野、この辺りはいいですかね、そのままで。でここも上杉、上杉、上杉と。ただここはどうかな、三好を攻めておきますか。そろそろね、機内も完全に武田の領地にしておいて、早々に二条城も押さえておきたいと思います。今はですね、足利将軍家がまだ、存在している状態ですので、しかもその足利将軍家とは同盟関係にあると、この同盟をね、手切れにするという選択肢もあるんですけど、今手切れにするとかなり敵が多くなってしまうので、敵の連合がさらに強化されてしまう恐れがありますので、まずはね、敵の連合を弱体化させてから足利と手を切って二条城を攻めたいと思います。今このようにですね、幕府からいろいろと役職をもらっているという状況ですね。さあ今ですね、ちょうど春日山城を攻めてますけども、この状況が
続くと春日山城を攻め落とすにはちょっと兵力が足りない恐れがありますんで、回線を仕掛けていきましょう。進め、信玄の丘およそ1万の兵ですね。急いのならぬ。一方、かしこまりました。承知いたしました。安田長秀、かしこまりました。360というとこなので、承知いたした。これを一気に蹴散らしてですね、長谷川城の防御率も下げましょう。続きなさい。引け、我に続け。続きなさい。引け。これでどれくらい下げられるかですね。6700まで下げられるか、これは大きいですね。出陣する。わしがやろう。加勢しよう。加勢いたします。ちょっと兵力足りないので力攻めで配給を減らしていきましょう。お、反武田連合が解散したと言ってますね。よし、ただ今はまだですね、ちょっと上杉攻めに手間取っている状況にはなっているので、まだ手切れにするのはやめておきましょう。信玄を一旦下げて、戦へ参る。待機せよ。出陣します。出陣するぞ。春日山城が落ちるのは時間の問題と見ていいと思うんですが、次の城攻めの準備にかかりましょう。もう5攻めの部隊が来てますね、春日山城に。ご命令くだされ、報告いたします。ここですね。戦火、まあ多いとは言えないけど、これをうまく利用すればさらに防御率を下げられると思いきや、早速去っていきましたね。そしたら信玄とこの土屋は北条城の城攻めに入りましょう。お任せください。で、家康が兵糧切れを起こしてるんで、家康も兵糧を補充したら、止まれ敵将、捕獲しました。出陣するぞ。北条城を攻めましょう。承知いたしました。表情を始めましょう。報告いたします。浅井との同盟、六角との同盟もうする必要ないですね。なので、ちょっと邪魔くさかったこの浅井朝倉、この辺りとも一気に手切れをしてですね、機内制覇に向けて動き出しましょう。なので攻略の目標を三好、まあでもまずは三好かな。なのでこの辺りは変更なしですね。春日山城がやっぱり、いざ参ろう。我に打てぬ敵なし。なかなか落ちなかった。さあこれで春日山城が落ちたので、春日山城の部隊を、春日山城攻略部隊をさらに上杉領に派遣していきましょう。お任せください。で、積極的に回線を仕掛けていきます。行くぞ。も
もう何も恐れるものはないですね。恐れはならぬ。ひたすら押しに押します。どっそと雷帝のごとし、我に続け、かがれ。ここも騎馬鉄砲で一気に破壊します。ただ敵のコブを使ってきて、それなりに兵力を減らされてしまったかな。これで罪よ。よし、情けは味方、敵なり。逃げ場などありはせぬ。承知いたしました。もう落としたんで、どん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 進行していきます。なせはなる。出陣する。加勢いたす。行くぞ。我に従え。助立ちいたす。そしたら助立ちします。なさねばならぬ。我が戦お見せしましょう。おいせよ。上杉謙信と戦闘中か。我が軍団に敵はおらぬ。取り囲め。あとはやっぱり御所周辺を押さえておきたいですね。表情を始めましょう。報告いたします。うん、いいですね。御用を受けたまわります。上杉を滅ぼしてしまおう。兵糧切れか。もう力攻めするしかないですね。呪文を打ち破れ。三河武士の魂、決して砕けぬ。逃しはせん。前田利長も配下に入ってくるんですね。表情を始めましょう。報告いたします。先月の終始。そしたら一旦信玄直轄の遠征軍は引き上げます。騎乗するぞ。手の敵はありません。敵将、捕獲しました。敵将、捕らえました。こちらの部隊も一旦撤退しました。城へ戻る。敵将、捕獲した。我に撃てぬ敵なし。敵将、捕獲した。お、さらに役職が上がってきますね。さあ、そしたらですね、ちょっと軍団を一旦再編成していきたいと思います。かなり領地が広がってきてますんで、軍団を新設していきましょう。まずは、対上杉の最前線ですね。これを明智に、光秀に任せましょう。で、さらには関東方面ですね。ここもかなり重要なポジションになりますけど、ここ本拠地がどこがいいかな。
本拠地ここにして、だいぶ大きな舞台になりましたけど、今後おそらく北条と大戦になると思うので、まあ、そのね、対北条戦を視野に入れてちょっと大きな軍団になってもよしとしましょう。軍団ごと寝返るとかね、そういう設定が信長の野望にはないので、その点は安心ですね。あんまり大きな軍団を作ってしまって、軍団ごと寝返るとかっていう話が出てきてしまうと、あまり大きな軍団を作るのもどうかなぁと思うようにもなるんですけど、まあそういう風な設定は今のところないので、その点は安心できますね。さあ、ここを誰に任せるか。真田に任せてもいいんだけど、結構裏切りで出奔したりするから、できればそういったことがあまりなさそうな武将がいいですね。信門にしましょう。そして重要な機内の平定役ですが、これを誰に任せるか。どうしようかな。適任者がやっぱり武田四天王とかが務めるのがいいと思うんで、高坂正信に任せましょう。で、今作った軍団にカクカク指令を出していかなきゃいけません。まず攻略目標ですね。まずは三好三人衆を高坂の部隊に攻撃させます。そして信門が本願寺、賢女と信玄は義兄弟だったかな、だったと思うんですけど、まあ、その世はね、もう戦国の世の習いということで無視していきましょう。で、馬場信春の部隊は佐竹、信豊も佐竹を狙いましょう。これでいいですね。ああ、で、肝心の明智ですね。明智が上杉勢というところで、行きましょう。で、信玄の直轄地あんまり多くないんですが、信玄の直轄はですね、まあそれぞれ支援をしていくという感じでいいと思います。お任せだ。腕が鳴るぜ。戦場へ参る。出るとするか。敵将、捕獲しました。我が戦お見せしましょう。ご命令ください。報告いたします。体制が整ってはきたので、まずは占領した城に人入っていないところがありそうなので、そういったところには人を入れていきましょう。移動先。
と今ここの城だけ直轄になっちゃってますね。なんで軍団を編成して組み込みましょう。よし、これでいいですね。で、信玄の直轄があんまり多くはないんですが、ここが1800か。観音寺が1800、ちょっと兵が足りないな。筒井がただ4600あるんで、まあちょっとこの観音寺城の兵力が再集結したら、信玄も自ら出陣する展開に持っていきたいと思います。登場を始めましょう。報告いたします。もう佐渡もチューブラリンなんだな。まあ佐渡に関して言うと特に我が方の城包囲されました。出ていかなくてもいいかなと思いますけどね。さあどうなってるかっていうと、打ち取ったり、ここが激戦になってるんだな。佐竹が反抗してきてますね。北条がなちょっと邪魔くさいんですよね。迂回させたいなら迂回させましょう。逃げたければ逃げなさい。ご命令くだされ、報告いたします。敵将捕らえたり。我らに撃てぬ敵はありません。敵将捕獲しました。三好がだいぶ削られてきてますね。あと三好は敵将捕らえたり。四国にいくつか城を持ってるんですね。ただ本州からもう駆逐した感じか。となると次の目標を本願寺にしますか。どうしようかな。鈴木波多本願寺浅井や桜、この辺りですね。攻めるとしたら浅井や桜攻めてもいいかなって気もしますね。ちょっと次の軍議は参加して攻略目標を変えましょう。表情を始めましょう。報告いたします。まず高坂の軍団に長島本願寺勢ですね。これもを攻めさせましょう。で、信門の部隊は引き続き攻めさせて、明智もそのままで、馬場信春もそのままという感じですね。よし、これでいいでしょう。あんまり控えるところなかったんですが、出陣する。出るぞ。六角がまだ生きてるんだ。六角はひねりつぶしときましょう。出陣する。ここは貴様らの地獄。ここ野戦に持ち込むまでもないので、このまま攻めさせとけばいいですね。
陣します。戦場へ参る。皆我に続け。北条毛利、この辺りが多分すごい勢力広げてきてますね。要注意だな。あんまり手間取ってると毛利北条が手がつけられない状態になるんで。島津もかなりでかくなってますね、九州で。というわけで早々に北条を討ち取った方がいいですね。北条じゃない、トンガンチですね。必ずや勝つ。どうした、かかってきな。敵将捕獲したぞ。で信玄の本体を、ついに足利将軍家とも敵対になってますね。であればその前にですね、朝倉を撃っときましょう。遊べばならぬこの戦、我らの勝ちだ。出陣する。敵将捕獲しました。出るぞ。浅井勢にも兵を差し向けましょう。出陣するぞ。敵将仕留めた。表情を始めます。報告いたします。出陣するぞ。戦場へ参る。敵将捕獲した。大垣に向かって行ってもあれか、大垣に向かっても戦にはならないんで一旦騎乗させましょう。戻ります。城へ戻る。敵将捕獲した。上杉はもう風前の灯火だな。出陣します。出陣しよう。浅井勢にちょっと手こずってる感じがするな。今ご命令下され。報告いたします。報告いたします。清水小谷、小谷城は難攻不落の城だと言われてますよね。攻めるのが難しい城だと。さてと、そしたら二条城を信玄が狙いますか。400じゃ話にならないな。戻れ。騎乗する。騎乗する。戻るぞ。お任せください。敵が我が領内に向かっております。まあ持ちこたえられるでしょう。関東の方は佐竹はそれほどね、敵が我が領内に向かっておりますただ耐久が1000しかないのか。まあここは失敗したくないな。兵力的にどうかな、持つのかな。報酬に借り輪でも作りたくないしな。敵将捕獲した。どうした、かかってきな。ちょっと関東がかなり苦戦の予感がするな。ただ今は機内を固めることに専念しましょう。
代行で戻るぞ。朝倉義景とはもう手切れですね。これで朝倉攻めも並行して行いましょう。我が軍団に敵は終わり、遊びは終わりだ。敵将捕らえたり。そしたら杉とは北条とはもう敵対になってんのか、もしかして。以前は共に戦ったことがあるけど、今はもはやそういう仲ではないという状態ですね、これは。であれば話は早くてですね、ちょっと次の表情で、対北条攻めも開始しましょう。主にするな、生きるのだ敵将。捕獲した。逃げたければ逃げなさい敵将。捕獲しました。三河武士の魂、決して砕けぬ、逃しません。表情を始めましょう。報告いたします。この明智光秀の軍団の中に含めていきましょう。この辺りをで攻撃目標を、すいません、攻撃目標を北条に切り替えましょう。引き続き良くて、馬場信春を対北条に回します。で、高坂は本願寺、これは変わらずですね。これでいいでしょう。で、進行の指示を出していきます。松永と戦になるか気にする必要もないでしょう。必ずどこかで戦になる。我が戦見せしましょう。さすがにね、謙信掛け勝あたりは配下には入れられないですよね。欲しいですけど。なってるな、うん、やっぱり本願寺か。出陣する。なせばなる。行きます。本願寺相手にかなり苦戦の予感がしますね。報告いたします。さあ、これで表情を終了します。
石田三成、藤堂高虎、あとは田中義政、この辺りは、秀吉子外の武将たちですね。浅井長政はちょっと雇えないよな、さすがに。久政も無理ですね。の浅井長政の父親、そしたらここで回線を一気に仕掛けて敵を蹴散らしましょう。敵は進む、兵力がかなり拮抗してるな。となると武将の能力がかしこまりました。信玄であれば十分に勝ってくれるとは思うんですけど、さあそしたらここで突撃をかけて仕留めましょう。動くこと大抵のごとし、狙撃か、さらに狙い撃ち、これはかなり不利だな。信玄もってしても野戦で負けたか。さすが本願寺強いですね。ただ物流作戦になれば信玄が圧倒的に押しに押しますからね。出るぞ、敵将捕らえた。押しまくりましょう。出陣しよう。剣には書だ。出るぞ、敵将捕獲しました。出陣するぞ。出陣する、出陣する、出陣するぞ。敵将、北条攻めがかなり順調に進んでそうですね。小田原城を落としたのかな、もしかして。ちょっと対北条戦線を見ておきましょう。小田原城はまだ難しいですね、さすがに。ただこの伊豆半島かなり優勢に進めているので、小田原城が落ちるのも時間の問題ですね。で、八王子城も落とせそうですね。このままいけばかなり順調に対北条戦線も推移してそうですね。出陣します。敵将捕獲しました。敵将捕らえたり、敵将捕獲した。さあもうちょっと長くなってきてしまったんですが、もう少しだけね進めさせてください。今お市場八王子城と続けて北条勢を攻めてますので、もうちょっとね北条勢を蹴散らしてから今回の回終わりにしたいと思いますので、もうちょっとだけお付き合いいただければと思います。敵将討ち取った。馬場信春が今川を討ち取ったみたいですね。でこの小田原城ですね、この小田原城が落ちれば北条も大ダメージなんですけどね。そしたらですね、この小田原城が落ちるところまでプレイをしていきたいと思います。逃げるなら今のうちだぞ。敵将捕獲した。敵将捕獲した。敵が我が領内に向かっております。我が策、戦場を制す。敵将捕獲しました。包囲してるな。ただそれとも巨閣と呼ばれるこの小田原城はやっぱり包囲はできないですね。敵将捕獲した。
こいいな。でも小田原城は、うわ、火攻めか。我が大野城包囲されました。お、江戸城は落とした、捕らえました。そしてここで小田原城も落城させることができましたね。行状を始めましょう。報告いたします。もう一個軍団作っちゃいますか。ちょっとね、一時的な軍団ということであんまり考えてませんけど、誰に任せるか。山形だな、まあ、一時的な軍団の位置づけですけどね。敵が我が領内に向かっております。落としました。というわけでですね、約束通りここで一旦終了したいと思いますが、次回は引き続き、この北条攻めですね。でさらには手こずってる佐竹も攻め滅ぼすと。で機内もだいぶ平定してきてるので、うまくすれば次回あたりはですね、征夷大将軍になって総武事例を出せるかもしれませんので、次回の目標はそこまでということで、今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただいた方ありがとうございました。また次回も、よろしくお願いします。